サロンワークのために教育が必要なんだけど、教育自体はね利益生まないんで後回しにされがち、教育頑張ろうっていう道がなかった。それを作っていきたい。でセミナーしますとかも言ってない状態でなんか参加したいですって言ってもらえて、料金もいただかないんで、料金いただかない代わりに僕のセミナーに使うウィッグを、提供していただくボランティアで来ていただいている形になりますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。午後のヘアキャンプの時にお直しをしたい。要は今日は皆さんにね、失敗してもらわなきゃしょうがないんですよ。いい失敗してくれた人のやつを使いますんで、まず自分の切り方でこの今送った写真のスタイルのイメージで切ってください。どうぞ。でまた面白いのがこう手でやっぱりその遅い余ったらね。僕の専門はカットじゃなくってカットの教育なんで、自分が綺麗に切ることじゃなくってその綺麗に切れるようにさせることが目的というか、うん、それを一番に考えて、こうね、技術を高めていってるので、その辺のベクトルは多分ほとんどの美容師さんと違うのかなって思うん でそれが僕自身の強みだと一番思ってるんで、完全オリジナルのね自分で考えてっていうカット理論になるんですけど、そういう形でやってます。前の会社が一緒 で1年目のアシスタントの頃からずっとお世話になってるんですけど、普通だったら、まあ、早くて3年とかでデビューするところを2年かからずぐらいでデビューさせてもらって、でも昔からなんかその教育とか教えることとかがすごい好き でいつかそれをずっと仕事にしたいっておっしゃってて、で何ていうんですかね、前の会社でずっとそのボランティアみたいな感じで教育をされてたんですけど、なんかそれが、うん、なんか今こういう仕事につながってるのかなっていう感じですね。もう本当にいろんなスタイリストいる中で、セミさんのお客さんだけなんかじゃあこの方ドライしといてねって言われてドライすると、もうアシスタントが適当にドライしただけで形になるっていうか、ことはもうお客さんも多分お家ですごい手入れしやすいと思うんですよ。まあ、その良さも今娘さんがやってる、カット理論シンプルで、シンプルだからこそ多分すごい扱いやすいっていう部分につながってるかなって思います。最近ダイエットしてるんでね知ってますこれ、トクコのコーラなんで、何食べてもこれ飲むと一瞬でゼロカロリーになるんですよ。結構何十年か飲まない日1日もないみたいな生活をしてたけど、逆に最近は全然飲まない日もあるから、ジンクスとかにとらわれないけど、好きだから飲むぐらいの感じですね
何食べてもこれ飲むとね、全部ゼロカロリーになるんですよ。知らなかったでしょ。できてないやつとできてないやつとできてるんだけど惜しいやつみたいな感じでね、バリエーション欲しいのでね。おお、メザーでしたもんね。はい、そうですね。うん、いいですね。いや、なかなかいいですねって言った時にね、できてるいいねなのかね、できてないからいいねなのかね、めっちゃ怖い。意味ないんだけど、なかなかいいですね。いいですね。どっちかわかんない。はい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 。午前の部で直しちゃいますね、これね。あ、ありがとうございます。ああ、はい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 。これが欲しかった。ありがとうございます。ああ、なるほどね。パッと見いいわけですよ。よくあるんですよ。けど、ちゃんと。上がってるのに対してやなって話になってくるし、じゃあここはすごい鬼太郎なのにやっぱりこの辺は明るいってね、鬼太郎じゃないですか。中山、おい鬼太郎。そうそうそう、これちょっとウケないみたいだからやめたら楽しくかな。毎日練習しなきゃいけないとかしんどいじゃないですか。楽しかったらできるでしょう。楽しくないと、僕なんかヘアキャンプとかもそうだし、オンラインサロンとかでもそうだし、普段インスタでもそうだけど、ね、画面越しに発信してるんで、画面越しに見て勉強しようと思った時やっぱ飽きちゃうし、すぐ眠くなっちゃうし、うん、それやっぱ楽しく学べた方がいいだろうなって思ってね。だからカットと同じぐらいね、こうギャグを鍛えてますよね。なんだろう、オフラインのセミナーとオンラインのセミナーのこう融合というかね、そういうテーマで今日一日スケジュール組んでて、からまあ切ってもらってそれをオンラインセミナーで直していくっていう、なんか今までやったことない形の、ね、セミナーでやってたんですけど、どうでしょうね。午前で割とこうリハーサルみたいな形でもできたし、やっぱなんか新しいことというかね、うん、挑戦していくのが大事だなと、そんな感じでしょうかね。いや、また